しもし。聞こえますか？聞こえますか？聞こえますか？お久しぶりです。トシさんです。早速ちょっと始めていきましょう。ちょっと延長しちゃいます。よいしょ。次の延長時ちょっと教えてもらっていいですか？クリアしちゃったら終わりだからね。ということで挨拶していきます。ペヤング浜田さん、メルタン、ヒゲタワシ2号さん、ルークさん、シッペチさん、万年ぼっちさん、ミムレさん、トムクルミンさん、じゃあやっていきますボスですね。3連続のボスですね。ゲーム自体久々なのでちょっとです。よいしょ。さて倒せるかな。やっていきましょう。15個目さん、いらっしゃい。レオさん、コテハありがとう。いらっしゃい。じゃあやっていきまーす。倒せるかね。ちょっと場所の確認だけしといて。どんな感じだったかな。それやっぱりできないでしょ。それがやっぱりできないんだって。回復したくないから。そればっかり。それ戦意どうにかしてほしいよね。死ぬじゃん。回復したくないんだって。なるべく3体目まで回復したくない。3体目まで回復したくないから。戦技ばっかりだとちょっとどうしようもないね。マイナスさん、いらっしゃい。どうも。レオさん、いらっしゃい。16個目さんもいらっしゃい。どうも。嘘ばっかり。もう24個目さん、レオさん、いらっしゃい。なんかさい、もうなんだろう。無理して褒めないでいいよ。別に。別になんか、褒められても、わーとかってならないから、多分。よいしょ。よし、28個目さん、トシエさん、30個目さん、皆さん。
まあそれ。それ潜入はやめてね。潜入狩りできないのが嫌だよね。なにそれ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 。いやー、なにそれ、そんなになるの。何あれ、ずっと追ってくるんだ。そいつ回復しちゃってるね。あー、オッケー。よいしょ。死ぬ、やばい。あー、死んじゃった。しょうがない。41個目さん、ナオさん、コバテンさん、なんかぐちゃぐちゃさん、どうもいらっしゃい。ちょっと3匹目まであんまりエスト使いたくないんだって。倒してない倒してない、まだっていうかあれからやってないんだから当たり前でしょ。やってる時間少ないんだから、みんなと比較されても。いや、だって。リストは出して、使いたくないよ。だって3匹目まで取っておきたいじゃん。あ、でもこのボス倒したら終わりなんでしょう。鼻毛が臭いって何？リングね、リング面白いね。なんか、なんだっけ、まあ、とりあえず3周目だっていうことを考慮してくれ。そんなパパパって倒せたら、まあね、お犬様はね、すぐ倒したけど。キャラ作ってる時間がないでしょ？53個目さんいらっしゃい。
だよ、もう別に3週目でやろうが何週目でやろうが。テイスト使わずに済んだ。よいしょ。よいしょ。あーもう。あーもうボケー。そう、いいよ。明日。で、3周目じゃなくて、3回目。で、3回目に行く。60個目さんいらっしゃい。強い。くそー。どうにかできないもの。3週目のキャラで DLC が初見だから、3週目の難易度で初見プレイしてるってことで、死ぬ、もういいや、回復したい。あー死ぬわ。え、わかんないかな、この説明で。初見プレイ、ダークソウル3の DLC を3周目キャラで初見プレイって言ってるさ。これでわかんない、この説明で。わかんないものかね。
そうでしょ、76個目さえでさ。なんとか、なんとか、なんとか倒そう。よし。ザー。よいしょ。うわあ、危ない。最悪だ、見つけられなかった。ああ、あかん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 。おいしょ、早くして。ああ、ああ、うわぁ、よいしょ。あーか、よいしょ。いやぁ、食らうか、マジか。うわ、ダメ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 だ。早くして。よいしょ。帰りの動作に。83カメさん、ぼやしいさんいらっしゃ。くーそー。93個目さん、95個目さん、99個目さん、101個目さん、皆さん。くーそー。ベスト使わずに行ったのに。せっかくベスト使わずに。横に避けるって言ったってもう。あー、そうか、致命。指は付け替えてた。いや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 、無理。くそ、演出使ってしまった。どこ行った。くそ、よいしょ。もし危ない危ない。よし、ダメ、こっちも来い。来ないんかい。こっちまで来いって、早く。そうそうそう。いい子ちゃん、いい子ちゃん。もう一回、オッケー。
わわわわわ。よし、オッケー。よし。近づくとやられる。なった瞬間近づく。ダメだったー。これが追ってくるのが辛い。どこだ。見つけられたらいい。どこ行った。うわ最悪。わーい。よいしょ。わー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 。くそ。いやーボケ。ってる。いや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 。どこだ。あそこか。最悪。いや最悪すぎる。死にたくない。まずいまずい。かいく。隠して。いやいや。最悪。ダメはすごいんじゃない。鼓動さえいれさえ。137個目さえいれさ。あーくそー。やつ、あ、今はもう延長されてる。大丈夫。エッジしてる、ありがとう。いやーくっそー。よいしょ。うそー、狼余裕だったよ。コタロウさん150個見せないでしょ。狼は2回目で倒したよ。
わわわわわ。ひるまなかった。そうなんだよね、これ。あの、いや、あれなんだって、あの、戦技に入った瞬間、ひるまなくなるの、相手。それが厄介。戦技っていうのがね、すごい厄介。邪魔、正直邪魔。そうそう、スーパーアーマーなの。戦技の状態の時、この人。すごいうざい。死ぬわ死ぬわ。だから戦技の時ってね、よけたいんだけど、必ず逃げ決めは絶対食らうから、近づいてるとどうしようもないんだよね。戦技っていうそのなんか概念をなくしてほしい。そうだよね、 HP 減らない時もあるよ。本当にね、ぴったりパリしないと HP 減る。普通にずれてるから、下手だから HP 減ってるだけで、ちゃんとやったら減らないよ。あ、それ戦技、戦技の構えは嫌だ。ほらね、この前に来るのが嫌なんだって。それね、さすがにちょっと回復しないとまずいな。あ、もう千人入ってる。それがね、回復しちゃうか。ちょっと回復薬が間に合ってなさそうな。あ、死んだ。回復してくるからね。いやー、これ周回重ねてるとすごい強いって。これ多分私3周目だけど、カンストだったら相当強いと思うよ。私レベル、まあ私120で固定してるけど、ちょっとね、きついね。草だけ食べるか。ね、ね、あー、
ブラッドボーンの DLC、どうだろうね。ブラッドボーンの DLC そんなに難しかったイメージ全くないよ。それだったら聖杯の方が難しかったイメージがある。あ、いった。17、2個目さんいらっしゃる。わわわわわわ、それな。どこ行った。もう一回来る。どこだ。いた。間に合え、間に合わなかった。死ぬ。挟まれた。きついね。よし。うるさいな。あー、変異か。やめろ。あ、死ぬ。あー、急ぎすぎかな。まあ、別にパリ狙わないって行くとしたら、あー、でもそれだと それでもいいんだけど、そうするとすると、
いや、184コミさんいらっしゃい。ちょっと変えるか、装備。それだったら、落ち着いたのってどういうこと？どういうことですか？落ち着いたのってどういうこと？私がなんかまるで落ち着いてなかった人みたいな感じ。じゃないわ。いいんじゃないの。ねえ、失礼な。鼓膜にダメージないでしょ。言ってもそんな鼓膜にダメージ、そんな、なんかちょっとぐらいダメージ受けとけよ。あ、闇があれなんか。はい、どうぞゲットインしてきてください。さっきよりは上がったんか。ちょっと待ってね。ダサいけどこれでいいや。パリーは、あ、そっか、これだとできひんか。パリー取れないもんな。センスダサいよね。ちょっと待って。いるよりも闇、あ、やっぱこれが一番あれなんだな。ここ一緒やからこれでよくて、こっちの方がコスパが良さそう。エリンギ、あ、エリンギいっぱいあるね。ちょっと待ってね。ちょっとバリ用に思っといて。あんまり装備品とかあんまり考えずに対人もしてるから、なんか装備ってあんまり気にしてないから、うーんって感じだよね。わからぬ。重いな。格好大事？そうか？別になんかなんでもいいような気がするけど。重いけど、これどんな服なんだろう。あ、かわいくはないけど、まぁ、あ、ちょっと重そう。これあったら、ちょっと低めのやつでいいな。なんでもいいわ。ゾンビなのにってなんだよ。玉ねぎ頭の？あ、これでいいや。
し。よっしゃ、行ったるわ。しねえ。あー、戦技やめて。はい、しねえ。うわー、それをやめろと言っている。どこ行った？ほい。あRetern from whence thou camest, for this is thy place of belonging. よいしょかゆかゆかゆ。ちょっとなんかでっかい装備だと207個ミサイル配信ツール、配信ツール X スプリットと FFM ペグ。ちょっとな、体が太いの見にくい。見にくいわ。いいや。かわいい。見にくいよ、頭。マジ、帽子かぶってたけど、それもすっごい見にくくて。嫌だったんだよね。あ、これ、羽の騎士でいいんじゃん。ダッサ。困ったの。これは別にカタリナとかでもいいかもしれない。どうしよっかな。ここら辺、うん。よいしょ。クルーズに PS4 自慢するな、だって。欲しくて、だって。かわいい。かわいいな、おい。PS4 欲しいから自慢する。自慢するな、だって。18人も降りた。なんで休みなのかな。知らんけど。なんでそんな降りたの？別に楽しい放送でもないのに。自分で言うのもなんだけど、何も楽しくない人。何も楽しくないよね、MC の放送なんて。ウェーイって言ってるだけだよ。ねえ。ウェーイウェーイって言ってるだけだよね。まあ、いっか。余裕持たせて。まず、お重を、まあ、いいや、もうこれで。おっしゃ、いっか。意味はチコミさんやつ、もうそれ戦技やめろや。
あ、失敗した。あー、もう回復したくないけど使うしかない。あー、もうボケスタってどこ行った。いた。230個ミサイル、28個ミサイル、さ、わあ、もうなんなんこいつ、本当に。あ、回復しやがった。あ、ふざけんな。いいボケボケが。ギャーってかわいい。そのなんかね、牛ね、結構ね、その、ギャーっていうのか、なんかね、コメントかわいいなって思う。なんで？なんで雨あんまらないといけないの？よいしょ。さあ、これなんで千人やりだすの、こいつ。なんなの、ほんとに。あ、死ぬ。3段階ボス。3段階あるから、こいつ。いや、それなんなん、もう。いや、3段階あと一撃のとこまで行ったんだけどね、やられたの。今まで3段階ボスいない。もう、1周目でやればよかった。3周目のキャラだから、っていうか、まあ、正直言って舐めてたよね。正直言って舐めてた。普通に勝てると思ってた、ノアキ。思う。
初めて行った時割と倒せそうだったんだよ。あ、死ぬ。あー、回復薬がーもう使いすぎ、使いすぎて1回目だった。よいしょ。待ってね。よし、行くわ。よし、やろう。いや。じゃあ延長しまーし。最初に出していった方が戦意じゃないような気がする。あ、よいしょ。あ、避けらねえ。なんぞって何？どこだ。やばい、これはまずい。ほら、よいしょ。ちょっとまずいね。全然だね。全然なんだけど。全然勝てないね。まずいね。何もつけずに行こう。ああ、もう戦にやめろ。当たるんか、それ。そんなことはないでしょ。あれだよね、攻撃してきたときにドーンってなんか周りがね、周りもなんかドーンってなる攻撃が一緒になってるのがちょっと厄介だよね。
ごさん、謹慎さんいらっしゃい。嘘だろう。で、最後どこ？どこだ？うわー、見つからなかった。わ、あ、いた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 。それ嫌い、それ嫌い、それ嫌い。どこ行った？それ嫌いだって。最後は？最悪。そう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 。強い。
っと待って。よいしょ。まずい。早く。そう、マリア様みたいな感じだね。怖い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 、かっこいいんだよ、そうそう、怖い怖い怖い、え、あー最悪、まずい、勝てそうで勝てない、勝てそうで勝てない、勝てそうで勝てない、あ、おやすみ、あ、女神でも準備しとくか、優秀なのかな、わかんない、くそー、叫び声で親に失敗そこまでひどくないでしょ、違う、カーサスの曲ね、わわわわ、あいつやった、まずい、ここからだね、
うわわまずい。まずい、まずい。まずい、あっぶんな。倒したー、やったやった、ヤーマンレンジローさんいらっしゃい、やった倒した、やっとイエーイ。354個目さん、355個目さんいらっしゃい、やった倒したー。きつかったきつかったね。予約枠までに倒しちゃった。どうしよう。予約枠何しよう。玉ねぎマンありがとう。狼倒した。初見じゃないけど、2回目で倒した狼は。狼全然苦労しなかった。
これで終わりなんでしょう。で、でどうしたらいいの。あとなんかどっか行くとこはないわけ。きつかったねー、このはしご。はしご？はしご？あそこか。はいはいはい。なんか上でなんか言ってたね。おっきいワンワンは2回目で倒した。いや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 、よかった。イエーイイエーイイエーイ。何が早いの？火の音が聞こえる。きっともうすぐ見える。ありがとう、ハエの人は。必ず私を描きます。ずっと寒くて暗くてとっても優しい。きっといつか誰かの居場所になるよ。え、終わり？え、で？で？これ殴り殺したらどうなるんだろう。喋れる鳥人間。ああ言ってるよ。ありがとう言ってるよ。死んだ死んじゃった。一人で396個みたいな。さこれでもこれでも初見プレイだからね。よいしょ。じゃあどうなるんだろう。戻ったらなんかあるのかな。だってあーとか言いながらありがとうって言ってたよ。この後の DLC 考えてなかった。キャラ作り直しじゃない。ありがとうって言ってたぞ。そっか、これで終わりじゃないんだ。闇で倒した倒した。あ、そういうこと、積んだってことね。まあいいんじゃない。まあやり直せばいいでしょ別に。あと行ける場所とかないんだよね。アイテムの探索、散策ぐらいしかないよね。全部行ったもんね。そっちからも行ったし、こっちからも行ったし、あっちからも行ったし。あと行ける場所ないわ。あっち側も探索したし。じゃあ終わりだわ。じゃあ DLC 終わりでーす。じゃあ DLC 終わりましたー。ん？橋？うん、初見の時落とした。最初の時に落として、で、そのまま、進んだ。だから渡らずに、進んだ。渡らずに進んだよ。そっか、そういうマップがあるんだったね。決闘のマップがあるんだったね、そういえば。ちょっと行ってみよう。
初だから。そうだよ、このキャラ対人キャラだよ。対人キャラで育てたキャラだよこれ。装備あれだけど。で、目鉢はつけないで、対人の時目鉢つけないで戦うから。アンパンマンのマントの色 ?426 個目さん以来さん。どうだろう、ボリューム薄いかな、普通じゃない？だって全部の DLC 混ぜたらちょうどいいぐらいなんじゃないの？わかんないけど。で、これをくべる。なんかくべたけど、なんだ。Welcome home, Ashes. 何が起きたんだ。この人、あ、そうなの。そういえばこの人ね、3週目になってからこの人で購入できるやつね、あれしてないから、あれ何これ、持ってないよこんなの。なん、修道女のフード、へえ、こんなのあるんだ。アイテムがね、だからほとんどないんですよこれ。口癖。おいし、そうしたな。終わりですね。対人の次はどうしようね、何しようね。わからねえ。雑談、マジ雑談下手くそっていうか、なんか、あれだからね。デッドアイランド、デッドアイランドなんてもう、やり込んだぞ。4334389さん。ボスソウル武器。いや、やる、ん？新作。今やりたいのは、フォールアウト4の新、DLC 込みの完全版か、ウィッチャー3の完全版か、あとは、インサイドっていう、なんだっけ。あれの続き。DLC 専用ゲームのやつ。4時間か5時間ぐらいで終わるやつなんだけど、それやりたいし、あとやりたいのは、リンボ、そう、リンボの続きみたいなやつ。あと、ダウンロード終わって、あれやりましょう。バイオハザード7の体験版。私やったことないんだ。バイオハザード7の体験版やりたい。なので、虹枠は、バイオハザード7の、初見プレイをやります。
体験版。確かね、ダウンロードまで終わってたはずだから、起動すれば、始まると思う。セブン、本編買うだろうけど、でもね、すぐは買わないと思う。みんなやり始めるでしょ。私なんかみんなやってる時に みんなと同じのやるの好きじゃないから。本当にすぐやりたかったら、やるけど、それって大体、あの、デッドアイランドのシリーズとか、なんか、グロいやつはすぐや買ってやるかもしれないけど、なんだろう。もと、うん、新しいのはダウンロードしてないかな。もともと、その、なんか、その、予約しててとかだったらやっちゃうかもしれないけど、そうじゃないじゃん。バイオセブンは別にそこまで、あの、やろうやろうと思ってたものじゃないから、多分すぐはやらないと思う。話題にはなるかもしれないけど、どうでもいいでしょ、話題になるならないなんて。なんか嫌なんだよね、なんかその、バイオシリーズ1から6まで全部やってるよ。6は、海外版をやりました。グロシーンが、海外版しかないシーンがあるので。そうそうそう。これかわいいな。6はやり込んでないね。一応なんか全ストーリーやったけど、グロいのはなんで得意？いや、得意なわけじゃないけど、なんかね、楽しいかな。5が一番やったような気がする。放送ではやってないよ。ニコ生をやる前に、なんかやってた記憶がある。シリーズでは、1かな？あ、でもね、あ、そうだそうだ。バイオハザード1の HD バージョンもうダウンロードしてるからやるかもしれない。そのうちね。やるかもしれない。ちょっとこのまま延長して、ちょっとフラフラしていい？この、ちょっとフラフラしていい？あの、会話しながら。いい？ねえねえねえ。いい？なんか、なんだろう。いい？って聞いたときに、いいよって言ってくれるのなんか嬉しい。普段言ってくれる人いないから。なんか、いいよって言ってくれるのすごい嬉しい。なんか嬉しくない？なんか、何々していい？って聞いたときに、もういいよ、みたいに言ってくれる人がいるってなんか嬉しいじゃん。わからないかな？わからないかな？抱っこしてもらってもいい？どういうことだ？そしたらどうしようかね。いいよ、おぐりしゅん。何、むしろおぐりしゅん結構好きになっちゃってるの知ってるわけ？なんで知ってるわけ？
前にいっぱいあるね。ねえねえ、だから、このままダウンロードするってできるのこれ。これダウンロードしますみたいなできる。あ、これじゃないじゃん。これか。どうやるの？オプションメニュー？アップデートを確認。最新のバージョンだって。あ、じゃあ、始めるだけでできるじゃん。始めるだけでできる。いやー楽しみだね。なんかそう、なんか体験版なのにやたらとなんかなんていうの、なんか私すごいね思ったんだけど、なんか人が集まるのか知らないけど何回もやってる人いるでしょ。なんかそれもなんか嫌だなと思って見てた見てないけど、中身は見てないけど、なんでそんななんか人集まる集まらないとかにこだわるのかなと思って、自分が楽しかったら何でもいいじゃんとか思うんだけど。よいしょ、あ、間違った。泣いてる人、どういうこと？そんなに怖いってこと？そんなに怖いってこと？泣くほど怖いってこと？私でもなんかその、ホラーとかグロって私見慣れてるじゃん。ただ、うわって出てくるやつに関しては、私結構不得意だから、うーってなるけど、割と得意だから、あんまりなんかその、極端に大げさになんか泣いてる人とかいたらちょっとね、冷める。わざとらしいなって思っちゃう。わざとらしいって思っちゃって嫌だ。驚かす感じじゃなかったら私多分全然驚きもしないと思う。多分ね。だから多分見てて面白くないのか見えないけど。キャーとか見えないし。って泣き出すこともないし。多分ね。多分だよ。いや、わかんないよ。多分ね。お化け屋敷とか笑いながら入る。あそこからあれが出てくるよ、多分、とか言いながら。で、出てきて、ほら、やっぱりって言って。でも、ドーンって出てくるのは、すごい苦手だから、おしっこ出ちゃう時とかあると、驚かす系はなんかおしっこ出ちゃったらちょっと困るよね。漏らしもしないけど。いやでも本気で驚いた時っておしっこ出るよ絶対。じゃ、マジで。だって、首をつった人ってうんこもおしっこも出るって言うじゃん。だから、要はなんかうわって、うわってなった時は、出ちゃうってことでしょ。経験あるの？あるよ。もう笑い話だから言うけど、放送中に、なんだっけ、なんかの、ホラーゲームしてた時、あ、初見さんいらっしゃい。ホラーゲームしてた時に、なんかすっごい驚かし系のゲームで、DLC まだ途中なんだけどね、そのゲーム。ドゥームだ、ドゥーム。
ドゥーム3の、本編やってた時にめちゃくちゃ怖くて、うわーって出てきた時に、ピアーっておしっこ出ちゃって、で、おパンツ交換に行ったことあって、ね。一回あったわ、そんなこと。545米さんいらっしゃい。いやいや、だって怖かったらそんなもんでしょ。女なんかいきなりドーンって出てきたら、漏らし系じゃないわ。そうそう。まあ、そんな感じ。よし。じゃあちょっと、アイテムっていうか、うんばば、うんこは出てないよ。うんこはさすがにうんこ出ないでしょ。ゆるすぎだろ。じゃあちょっとなんかぐるっと回ってみるか。間違った。あ、別に、なんで、はい、灰の墓地、行く必要ないじゃん。じゃあ次枠はバイオハザードやりますね。どうしよう、2時からやろうか。なにこれ、どここれ。あ、軍だ、え？どここれ。あ、そっか、妖精だから、運慶出ないんだった。妖精だから、運慶出ないんだって、よしーさん。これ、最初の場所、ああ、そうなんだ。あ、ほんとだ。かがってないんじゃない？そういえば。かがってないわ。妖精ってゲームやるな。やっているよ、ここで。阿部博さん、小手はありがとう。ごめんね、ひろし、最近ね。最近ね、ひろしじゃなくてね、小栗旬に浮気してる。ごめんよ。いやでもなんか、小栗旬なんか本当にかっこいいね。声も好きだな、なんか。かっこよくない？小栗旬。あ、ファークライフォームやりたい。ファークライフォームやりたいね。勝利。入った。モブも高いよね、ここ、HP。普通に3周目って一撃で死なないんだよ。やばくない？顔の形とかも。いや、わかんないけど。やばくない？一撃で死なないんだよ、これ。なんか何がどこにアイテムあるかちょっとぐるーって回る。オグリジュンって舞台の人。そうだね。舞台が、から始まったんだよね。もともと。今も舞台出てるよね。多分。あれ？ここじゃなかった。
いね、さ。え、わかんない。土地民じゃない。狩りしようと思ったけど、できなかった。ぐるーっと回って、五徳六、ああ龍が五徳ね。私龍が五徳一作品もやったことないからね。あんまり興味ないね。封印って、で、倒したでしょ？そう、龍が如くちょっとやってみたいんだけどね、なんか、みんなやってるじゃん。だから、どうしようかねっていう感じ？みんなやってるでしょ。僕まで出てると。だってなんか、外伝みたいなのもあるでしょ。維新みたいなのと。なんか、オブザエンドってやつはゾンビだから、ちょっとやってみたいなとは思う。あ、そうなんだ。そんな何、感動作品なの？あ、ディスオナード2もそうだね。やりたい。すごいやりたい。やりたいゲームいっぱいあるよね。あ、落ちちゃった。こっちの人って助けたんだっけ？もういないんだっけ、これ。あれ、ぶっこらちゃんしたんだっけ、ここ。ここの人は殴り殺したんだっけ。あー、ラズアツ2出るね。キューブさん依頼さん586個目さんも依頼さん。あ、死んでた。じゃあ用はない。あそこ閉まってる。あ、閉まってなかった。入った。ジョエルね。で、こう言って。ここも全然覚えてないから。なんか、取らなきゃいけないアイテムとかありそうなんだよね。こう言って。え、いや、ジョエルいるでしょ。うわ、行った。これなんだっけ、アイライラ。すごい攻撃力高いな、こいつら。で？で、あそこのアイテム取るでしょ？あ、取ってない。いい人の攻撃は、いらないね、もうね。なんだっけ、もうこれでいる。で、こう来て。ねえ、PV にジョエルいるよね。いたと思うよ、確か。私597個目じゃん、いないさ。オワンズソウルって何？こ
こっちは行ってもいいけど、今行ったら死ぬかな。疲れ行こうじゃん。アスアスは買ったけどやってない。おひとか。ブラッドボーン2？ ブラッドボーン2って出たらどんな感じなんだろうね。よいしょ。ねえ、デイズゴーン。あ、デイズゴーンだっけ？あの、ゾンビのやつ。あれすごいやりたいね。あれすごいやりたい。一番楽しみだわ。あれが一番楽しみだよ。ゾンビゲームが一番楽しいよ。ここ上行ったことないけど、なんかあんの。こいつ結構火力あるな。ここ上行ったことないけど、なんかあるの。あれなんだろう。持ってるじゃん。あの下のやつなんだろう。ああ、別にいらなそうだな。608組さんいるじゃん。これなんだ。いらな。話しかけれるんだっけ、この人。この人なんだっけ。これ何、これどうやったら進むんだっけ、この人、イベントって。私なんか初見プレイの時この人敵だと思ってすぐ倒しちゃったよ確か。こもったモブ。こもったモブってなんだ。あ、カゴを持った。持ってるからいらんよね。お前とか。これ猫指輪でこうして降りれるのかな。あ、降りれるんだ。へぇ。じゃあ助けに行っとくか。NPC 死にすぎ？あ、いたたたたた。608個目さえないさ。躊躇しないね。初対面で、そう、初対面でぶっ殺ちゃんするの多すぎだから。説明するのめんどくさいから、ウィキを見て。感情あるよ。あとなんか、アイテム取っとかなきゃいけないみたいなやつってある。あ、何あれ？あれは何なの？
あれ撮ったことないよ、あれ。これ。なんだろう、これ。いらない。いらねえよ。この人嫌い。この人嫌い。うわ、犬、お犬様までいる。お犬様まで来た。そう、抱きついてくる人。好き好きホールドー。好き好きホールドーって言ってくる人ね。ベネストシーじゃないわ。待て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 、上から降りてくるんだよね、これね。上から落ちてくるんだよね、これね。無事少々あんな感じ、もう本人だよ。落ちてく、来ないね。もう落ちてきた。わあ、来た。なんかいりそうなの。何にもないな。あんまり探索してないからね。カンストまでやったけどね、探索してないからよくわかんないんだよね。お。洞窟がある。あ、これさっきのとこじゃん。さっきのとこじゃないか。これあれだよね、ここら辺の。あれ？生き返らなかったっけ、ここら辺の人。あ、生き返った。あ、来た来た来た。そんなもんだっけ？もう一人いたいたいた。こんなもんか。そんなもんだっけ。あれ、ここら辺なんかアイテムもなかったっけ。ないね。あった。なんとかのハルバード。魔法使いみたいなのいなかったっけ、ここら辺。秩父隠し。あ、免罪なんだ、ここ。へぇー。はい。呪われてるから呪いを解くか。お！おー！顔かっこいいじゃないか。免罪、いや、罪何も犯してないよ。おー、初めて顔を見た気分。何顔
鍵がかかって、どうやって開けるのこれ。ドアの鍵がないと開かないみたいな。開かないじゃん。せっかく来たのに。鍵とかなさすぎなんだけど。おばばから買わないといけない。こんばんは。じゃあ戻るか。わーい。はい。いったー、やめてー。登る。よいしょ。ネズミが群がって。え？いいよ、なんかもう、あんなの嫌味だな。嫌味太郎が。ザリガニ界の歌姫。あれ？あ、いない、ここの人。死んでるんだ。で？アンリさんとかも助けてないもんね、多分。覚えてないけど。なんで自殺したなんで自殺したのねえ。なんで自殺したの。ここなんかいるんだっけ？あ、いるいる。ん？ダイビング？楽しかった？何にもないじゃん、なんだよ。そうそうそう。そう思っておきなさい。おきなさい。ここら辺なんかジャンプできる場所なかったっけ？まあいいや。で、誰もいない。誰もいなくなっている。誰もいなくなっている。はい、じゃあ終わりますね。ボスも全部倒したしね。侵入とかももうないんでしょう。これって。ボス倒してるから。
別に人間の人はいるかもしれないけど、人間もいないじゃん。あれ、あいつらも倒したんだっけ？大丈夫？なんだじゃあ、何もないじゃん。なんか、とりあえずね、なんかアイテムとか、とりあえず、何あの、販売されてる物品がなんかすごい少ないから、それをね、取りながら進もうと思っているんだよ。どこに何があるとか全然覚えてないから。あ、まあ、あと1分で終わりだから終わりますね。さあ、2時からバイオハザードしまーす。ということで、お疲れ様でした。お相手はトッシーでした。バイバーイ。バイバーイ。いや、まだ闘技場はやってない。バイバーイ。